浜名湖浜名湖アサリ解読事件とは、1942年3月から1950年にかけて、静岡県の浜名湖を中心に、アサリアカキによる集団食中毒が発生した事件。最初の発生は3月2日頃に、静岡県浜名湖新井町の新居浜付近で発生したと言われている。東京大学医学部の秋葉一郎は1949年の報告で、 1942年3月20日頃から発生し始めたとしている。3月28日にこの地域の海類採取が禁止され4月4日に収束した。この時点で患者334名、うち死者144名となった。当時のこの地域の人口は1万552名だったので、実にこの地域に住む者の,の73名に1人は、 この食中毒事件で死んだ計算になる。翌1943年にも患者16名が発生し、うち6名が死亡している。ただし、1943年の死者は7名とする。資料もある。秋葉は、アサリ10個から15個は安全量、40個から60個が中毒量と結論している。浜松保健所により食中毒の原因究明が行われ。 浜名古産のアサリがその原因であることが突き止められたが、アサリに含まれる何が食中毒の原因となったのかは不明であった。秋葉は1949年に毒性物質はエタノールには不要だがメタノールには液用で泡褐色粉末状と報告している。そして、意外毒、フグ毒とは異なる未知の物質である可能性があるとしてアサリ毒と名付けている。 当時は、細菌説、プランクトン説、等の原因が、いろいろと推察され、ゴニオラックスというウズベンモーモが出す毒素が、食中毒の原因ではないかとも考えられた。野口珠夫は2003年の創設の中でこの件に触れ、毒化原因は不明と解説している。ありがとうございます。